ただいま帰還いたしました。お帰りなさい。任務の報告。カルリッツ、これは一体何があったのですか。カルリッツ、我が友よ、どうしたというのですか。彼は戦死したということでしょうか。カルリッツが静かに眠れる場所に連れて行きたいです。その後何があったか全てお話しします。教団が隠していた恐ろしい真実を。カルリッツ、何事ですか。近衛隊長カルリッツの企画師団を大司教暗殺未遂の罪で逮捕する。お待ちなさい。連れて行け。教団との不可侵を破るだけでは飽き足らぬ。ましてや大司教様を死にしようとするとは、天罰を受けよ。天罰、それはあんたたちの方でしょ。あんたたちの大司教様は人命をも厭わぬ愚か者よ。てめえら、大司教が何を企んでいるのか分かってんのか。あのお方のご意志、それすなわち女神様の望まれること、あの方の崇高なお考え、貴様らに理解できるはずもなかろう。ち、話が通じない上に洗脳されてやがる。時間の無駄ね。では遠慮なく。今回の件は大司教が黒幕でした。なるほど、黒江大司教がとうとう本性を現したのですね。不審な点は把握していましたが、今まで証拠をつかめずにいました。カルリッツがあんなことになったのも大司教の仕業ということで間違いありませんね。ラインヒルト様も大司教の本性にお気づきだったのですね。ですが、まさか大司教が直接動くとは。教団は火の竜の巣で人体実験を行っていました。戦闘の結果、カルリッツは戦死、エダンは危篤のまま運ばれました。エダンも危篤でしたか。カルリッツは俺をかばって致命傷を負いました。俺がもっと強ければこんなことには。ラス、これからどうしましょう。大司教は早速先手を打ちました。私たちを教団の敵にして排除しようとしています。こちらからも何か手を打つべきでしょうね。皆さん、今すぐ霧の要塞に先行し企みを阻止してください。大司教はそこで何かの準備をしていると報告を受けています。霧の要塞ですか。そこは罪人が送られる呪われた地ですよね。はい、ですが現在では彼の地のほとんどが教団の支柱です。教団の住処と言ってもいいでしょう。王国の目の届きにくい場所ですか。なるほど、大司教もそこにいる可能性が高いですね。今回の任務は前回よりもさらに危険が伴うでしょう。どうかお気をつけて。どれほど危険でも構いません。あいつをこの手で倒せるのであれば。それではお願いします。カルリッツ、今回の件は本当にやむを得なかったのです。どうか、どうか私を許さないでください。あいつは、
ご無事でしたか。よかったです。教団兵が集会所に押し寄せるのを見て心配していました。無事ではあるけど、ちょっとややこしくなっちゃったわ。教団が私たちを大司教殺人未遂で逮捕しようとしててね。教団側こそ人の命をもてあそんでいたじゃないですか。こんなに悔しいことってありますか。図られたわ。大司教は自分の地位をうまく利用してる。腹黒いったらありゃしないわね。エイパとエダンの容体は。エイパ様は命に別状はないとのことでした。エダンは息だけはしています。どうなるかは分かりませんが。そうか。だが生きていれば希望はいつか見つかるかもしれん。皆さんはこれからどうされるおつもりですか。霧の要塞に行くわ。教団が住処に利用しているかもって。何を企んでるのか隅々まで調べて暴いてやるつもりよ。なるほど。一緒に行けないことが歯がゆいです。僕も手伝いたかったのですが、エイパ様とエダンが。いいのよ。ここに残って教団の動きを注視してちょうだい。何かあったらすぐに教えてもらえると嬉しいわ。はい、何かあればすぐに電書鳩を飛ばします。どうかお気をつけて。ひょっとしてラッサンも。ここが霧の要塞。もっと先まで進みましょう。やっ。それにしても君が悪い場所だな。王国の流刑で送られてくる場所らしいな。騎士の左遷先とも言われているわ。黒騎竜の戦争当時は強固な要塞だったらしいの。呪いで亡者が暴れる。死の地になるまではね。それを聞いたら寒気がしてきた。調査の計画を立てるとするか。調査計画無意味だよそれ。ラス、教団の真実を暴いたらそれで教団を倒せるのか。大司教クロエを倒さない限り教団は絶対に滅びやしない。最終的にあいつを倒すために計画を立てて調査するんだろう。それよりいい案はあるのかよ。強くなればいいんだ。強くなればクロエを倒せる。強くなれば誰も失わない。ラス待って。あいつまだ引きずってやがるな。どうかしたの？期待しているの？ああ。
まさか。何かあった？弟子にはならないからね。好きにして隠れてみなさい。やっつけちゃって。暴れたいよ。丸見えだわ。生意気な。叱ってやって。期待してる。
ましたか？もちろんだよ。これからもよろしく。あの、ラス？大丈夫。やっつけちゃって。ひゃっ！暴れていいわ。暴れていいわ。期待しているわ。丸見えだわ。やっつけちゃって。力を貸して。隠れて逃げそう。仕方がないな。はいはい。逃げて逃げそう。スピンして。元気出して。俺に構わないでくれ。でもカルリッツは俺をかばったせいで死んだ。俺があの時何にもできなかったばかりに、俺はカルリッツの隣に立てなかった。守られるだけだった。俺は無力で出来損ないで救いようもないやつだったんだ。カルリッツ様を刺したのはルインだった。ずっと言いたかった。ラス、ごめんなさい。私が命に変えてもルインを止めていればこんなことには。違う、違うんだセリアード。俺が弱かっただけなんだ。そして俺が死ぬ代わりにカルリッツが犠牲になった。ラス、そんなに自分を苦しめないで。他の誰でもない。全ては弱い俺のせいだ。こんなどうしようもない俺をかばう必要なんてないんだよ、ラス。あいつどうしたんだ。あんただって分かっているでしょ。ずっとあのままで行くわけにはいかねえだろう。なんだお前ら、見ない顔だな。お疼れ様です。霧の要塞に新しく派遣された兵士です。はは、要は左遷された負け犬か。この地に来るなんて一体何をしたんだ。お前今なんて。ちょっとやらかしてね。ところでここの視察任務を受けたの、中を見てもいいかしら。任務だと？捜索許可証を見せろ。捜査許可証？まさか持っていないのか。持っていないわけないじゃない。ちょっと待ってて、荷物に入っているから探してくるわ。まさかここでも捜索許可証が必要だとは。そこまで想定していなかったわ。捜索許可証？それって前あった気がすんな。ベイルとかいうやつに書いてもらわなかったか。そういえばあったわね。あれってまだ誰か持っているの？うち持ってる。さすがキュイね。助かるわ。まだ持ってたのかよ。どうせ売るつもりだったんだろう。何でもいいから答えろよ。お前もかよ。キュイ、元気を出せ。ねえ、慰めるの下手ね。そうだが、あんなキーは初めてでな。俺もどう慰めたらいいか分からなくなってしまった。同じく元気の塊みたいな子だもの。まずは任務だ任務。
捜索許可証です。これは仮許可証だろう。ああ、説明するのも面倒だな。仕方ねえな。俺の代わりに何かやってくれたら見逃してやる。具体的には何をすればいいの？あそこにモンスターが見えるだろう。全部片付けてきてくれよ。はあ、いつものパターンだね。通れないよりはいいけれど。ひゃっ。教団兵のところに戻りましょう。これは一体もしかして。でも待て、ちょっと、はい、ありがとう。はあ、うん。ちょっと、やるしかないわ。やっつけちゃって。期待しているわ。丸見えだわ。隠れてみなさい。ひどいぞ。
えらく簡単に。ここで全部見ていたって言ったろ。しかしお前ら左遷された割には腕が立つな。はいはい、どうもありがとう。ちょっとやらかしたって言ってるでしょ。ま、そんなこともあるのか。王国軍も大変だな。そういえば王国軍キャンプはこの要塞の先にあるからな。あら、ご親切にどうも。向かうついでにモンスターも片付けてきてくれたらなお嬉しいぞ。待って。おい。はあ？うん。仕方ないわね。力を貸して。期待しているわ。ひゃっ！はっ！助けてやろう。弟子にはならないからね。叱ってやって。はっ、やっつけちゃって。ふっ。ふっ。逃げてみなさい。はっ、たっ。私本当にあなたのことが心配なの。何か私にできることってないのかな。俺は大丈夫だから本当に気にしないでくれ。ごめん、セリアード。ラス、キイ。うん。俺も突然大切な人を失ったことがある。思い出すたび辛い。心の準備もできないままお別れしてしまったんだ。絶望と悲しみの淵に落とされたが、ギリギリで踏みとどまれた。なぜかというとな、俺は頼れる仲間に出会えたんだ。お前にもそんな仲間たちがここにいるだろう。少し落ち着いたら思い出してほしい。キイ、お前は何でも爆発させるだろう。その心に溜め込んだ悲しみだって爆発させてもいいんだぞ。うん。ウィン、何してんのよ。ウィン、ひどい。すまん。いや、違うんだ。これは。
仕方ねえか。こんなでかい声で泣いたらモンスターを呼んじまいそうだな。いいわよ、モンスターくらい来たって。いっそのこと泣いちゃってすっきりなさい。これ使って。あら、ラスったら意外と紳士なのね。あんたにもすっきりしてほしいけれど、キュイが落ち着いたら王国軍キャンプに向かおう。落ち着いたもん。ええ、分かったわ。じゃ、行きましょう。要塞は全部教団が管理しているのかしら。王国軍はどこだ。あれが王国軍キャンプ。こっち。どうしたの。そんな、はあ？ありがとうございます。おい、え、そうだ、あなたたちは騎士団ですか。調査に来ました。この区域の指揮官はどちらにいらっしゃいますか。こんなとこに指揮官なんているはずもなかったのですが、つい先日新しい指揮官がいらっしゃいました。新しい指揮官。はい、今は見回りに出ていらっしゃいます。指揮官が直接見回り。指揮官はいつ戻られますか。それは私にも分かりません。お急ぎなら訓練地へどうぞ。そこにいらっしゃると思いますよ。こんなところに左遷された指揮官なんてどんな人かしら。あの辺りから探してみよう。じゃあ。ちょっと、そうだ。いい加減にしなさい。やるしかないわ。期待しているわ。やっつけちゃって。タッ！逃げてみなさい。力を貸して。簡単すぎるわ。ひゃっ！暴れていいわ。女王様、お願い。はっ、スピンして。丸見えだわ。おい。あ、気にしないでくれ。どうして。そう、任せて。スキンして期待しているわ。
簡単すぎるわ。弟子にはならないからね。やるしかないわ。ありがとう。本当？そうだ。そうだ。え？そうだ。あ、うん。うん。こいつらを倒した方が。動きやすそうだ。あれは？はい。新しい指揮官ってフィオナ指揮官だったんですね。どうして君たちがここに？ちょうど同じことをお聞きしようとしていました。私は霧の要塞に移動を命じられた。左遷されたってことか？左遷じゃありません。今移動って言ったじゃないですか。いや、彼の言う通りだ。女神の平原を覚えているか？そこで指揮官の任務を果たせなかった。そんな理由だった。本当にそんな理由なのですか？何かおかしい気がしますね。私もそう思うんですよ。それにしても久しぶりだな。訓練はちゃんとやっているか？この絵隊長も相変わらずお元気で。カルリッツ様は任務中戦死なさいました。はい。え？カルリッツ様が？ラグナデア離れている間、まさかそんなことがあったとはな。一体何があったのだ？詳しく聞かせてくれないか？教団の計画を暴く任務を遂行していました。
その時に大司教と交戦し、カルリッツ様は俺たちをかばいました。大司教だと。やはりあの人が。あなたもご存知だったのですか。私たちも教団を調べようとした矢先に移動させられた。おっと、モンスターか。話の続きは片付けてからにしよう。これからもよろしく。